はいどうも、アスタの食べ頃です。8月28日発売キュリオスティーディーバーの診断カード紹介やっていきましょう。今回紹介するのはこちら、ラセーキドラコ赤の宇宙のシグニでパワー1万2000あります。効果の方ですが、自動効果、あなたのアタックフェーズ開始時デッキの上から5枚を公開し、それらのカードをシャッフルしてデッキの一番下に置く。その後無色6からこの方法で公開されたレベル1のシグニ1枚につき無色1を減らしたエナコストを支払ってもよい。そうした場合、対戦相手もパワー1万2000以下のシグニ1体を対象とし、それをバニッシュ。赤宇宙で点数要求できる主力級のシグニが出てきました。ドラコの方を紹介していきましょう。まず効果の方ですが、ちょっとややこしいんですけども、デッキの上を5枚確認して、そのうちのレベル1のシグニですね、の枚数分エナコストを減らせるっていう効果ですね。まあ、なので、山札5枚すべてレベル1であれば、無色1コストでパワー1万2000以下のシグニをバニッシュできます。条件は厳しいんですけど、かなりコストパフォーマンスが良くなります。まあ、仮にですね、4枚ヒットだったとしても、まあ、無色2コストになりますので、十分強力な部類かなと思います。以前言いましたローズクォーツさんはチーム限定の出現時効果かつ赤2コストでパワー1万2000以下のシグニ1体バニッシュということでしたので、まあ非常にコストパフォーマンスで言うとドラコさんの方が上回っていると。まあ、なんですが一応1万2000以下のシグニのみになりますので1万3000ラインを焼けないっていうのがどこまで環境に刺さっていくのかなというのが気になるところですね。でこちらの効果の方ですが、デッキ内からカードを5枚公開しということで、デッキが4枚以下だとコストが極端に重くなるというのは注意いただくといいかなと思います。例えば4枚で全部公開したとしても4コストしか下がらないっていう感じですね。デッキリフレッシュ直前は非常に使いづらい効果になっていますので、タイミングは見計らうといいと思います。なんですがこちらはですね、相性がいいシグニがいらっしゃいますと。ディーブラの効果はですね、どちらも相性がいいんですね。ドラコとディーブラです。リーブラの出現時効果なんですけども、トラッシュのガード以外のレベル1シグニ4枚までデッキ戻すという効果になっています。こちら山札4枚以下でも5枚以上に戻すことができますので、ドラコの公開枚数を増やしてコスト軽減に使うことができます。でさらに起動効果、白1コストでデッキ4枚落としてレベル1のシグニが2枚以上ならそのターン対戦相手のシグニがバニッシュされる回トラッシュ送りにすることができます。なので、こちらが成功するとですね、ドラコのバニッシュでもトラッシュ送りにすることができます。一応、出現時効果と起動効果に関しては、デッキの枚数によって使い分けが必要だと思うので、使い分けるといいかなと思います。で、こちら効果やっぱり活かすためには、デッキにレベル1をたくさん入れたいんですけども、まあ、デッキにね、レベル1ばかりと事故るということなんですが、まあ、そもそもね、デッキとトラッシュのレベル2とレベル3のシグがレベル1にしてしまえばいいんじゃないかということで、サタンと今回収録はパラダイス宇宙がありますと。サタンの方ですが、クラス関係なくレベル3とレベル2のシグニの基本レベルが1になります。でまたパラダイス宇宙の方は宇宙クラスのみレベル3とレベル2のシグニをレベル1として扱ってもよいという効果になっています。一応パラダイス宇宙に関してはレベル1として扱っても良い、なのでそのままをレベルとしても扱えるっていうところだけ若干違いがあります。はい、ということでドラコを有効活用するためには基本的にデッキ内を宇宙にしてレベル1のシグニをたくさん入れる必要があると。なのでこれらを有効活用するために相性のリカードを見ていきましょう。宇宙構築の参考になると思いますのでぜひ参考にしてみてください。まずですね、トラッシュのレベル1を参照するシグニですね。ディーブラとか、テレスコピーニブっていうのがいますと。はい、でこちらのカードなんですけど、パラダイス宇宙適用中であれば、特にですね、リーブラーレベル2と3の宇宙のシグニをデッキに戻すことができますので、戻ったシグニをそのまま回収するといったことができますと。で、特にですね、相性がいいなと思うのは、キルギヌスさんですね。出現時デッキトップ5枚からレベル1を手札に加えますので、リーブラーで戻したレベル2とレベル3の宇宙のシグニをキルギヌスでそのまま回収するといったこともできます。そしてデッキのレベル1を参照するシグニですね。まあ、キルギヌスさん以外にも、この辺りがいますと。どれもですね、条件が厳しい分強力な効果が多くですね、宇宙で統一することによって活躍間違いなしのシグニなんじゃないかなと思います。特にですね、カシオペアとカリーナに関しては以前対戦動画でも使ってみましたので、実際はね、使用感とはこちらで確認いただくといいかなと思います。カシオペアさんはヒットするとマジで強かったです。でまたですね、宇宙シグニ手札のレベル1を参照するシグニもいます。こちらですね、キャンサーオリオンマースカと。主に手札のレベル1を捨てて効果を発動するというような感じですね。
して、ここで手札のレベル2とレベル3のうちのシグネはレベル1にならないんですね。というのはパラダイス宇宙とサタンの対象範囲はデッキとトラッシュのみになりますので、こちらは十分ご注意ください。意外とね、使えるじゃんとか思ったら使えないこともあるという感じですかね。宇宙クラスのデッキ制作はポイントなんですけども、レベル1は宇宙のシグネでなくてもいいっていう点ですね。ハニエルなんですけども、パラダイス宇宙で若干強化されまして、出現時効果でレベル3の宇宙のシグネも回収可能になります。チームの色であったりデッキの動きに合わせて好きなシグネを選択いただくといいのかなと思います。特にレベル1に関して言えば赤シグニが非常に優秀なイメージがありますので、白赤メインに、宇宙のデッキ組んでいただくと、結構回りやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで宇宙構築のね、ポイントをお伝えしました。ラセーキドラコと宇宙構築について触れていきました。少しだけまとめますと、ドラコですがデッキトップ5枚ルックで、成功することで無色1コストの12000以下バニッシュになります。こちら効果を有効活用するためにパラダイス宇宙で確実にコスト軽減するといいでしょう。で、宇宙デッキの構築のポイントなんですけども、レベル1のシグニは宇宙クラスでなくてもいいので、このあたりエッジ用したエルリグやチームの色に合わせて決めていただくといいかなと思います。なんですが、ドラゴもいますので、白と赤と、あとプラス1個なんか、色を使えればいいんじゃないかなと思います。もちろん白白赤とか白赤赤でも良かったりはするので、他のね、宇宙クラスのシグニだったり使えたエルリグの特性に合わせて決めていただくといいかなと思います。はい、ということでラセーキドラゴと宇宙構築の紹介でした。それではまたね。